でやるようにやるんだよ、こうやって見て、こうどういうそれ使えないじゃん、バレエで、はい、はい、バレエママ TV です。今回はバレエをやったことがある人もない人もみんなで綺麗なアラベスク、かっこいいアラベスクを目指してやってみようという動画です。はい、うちにはバレエを経験しているいっちゃんとバレエ未経験のつきちゃんがいます。2人に協力してもらってやっていきたいと思います。今日の目標は10分間で綺麗なアラベスクを目指してやっていきたいと思います。まずはじめに何もあとレクチャーしてない時のアラベスクと10分間経った後のアラベスクを見比べてみたいと思います。そしてその後にどういう風にそのアラベスクを作っていったか、どういうトレーニングをしたかっていうのを紹介していきますので、ぜひ最後まで見てください。はい、そしてバレエをやったことない方もぜひチャレンジしてみてください。レッスンスタート。それではまずアラベスクっていうのはどういう形か簡単に説明します。片足が下に伸びていて、もう片方の足がこういう風に後ろに上げて、前と横に手がくる形になります。はい、いっちゃんはバレエをやったことがあるので知ってると思います。つきちゃんはやったことないから知らないかなと思うんですけど、まずは自分の思うアラベスクをみんなやってみよう。はい、はい、それではここから10分間で頑張って今より少しでも綺麗でかっこいいアラベスクを目指していきたいと思います。ガー10分しかないからね。はい、じゃあまずアラベスクの形を一人ずつちょっとやっていくね。じゃあまずつきちゃん、てはい、足をこうやって開きます。こう、そう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 、片足だけで、でおペペがこうでしょ、こう顔の真っ向で、ここは横よ、いいね。でこっちの足を後ろにシューン上げていきます、上げていきます、シューン伸ばして、つま先を伸ばして、お顔はっちりして、お腹を、いいよいいよ、ピー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 、どうなるんでしょうか。こうね、こうなりたいよ。おかこち、おかこち、手の、絶対手の、いい。で、この手がこうやって後ろに行きすぎない。そうそうそう。こことここで保っといてね。で、足をピー。そう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 。はい。出してみて。はい。おお。オッケー。なんとなくわかった。どういう。なんとなくわかった。オッケー。はい、次いっちゃん。うん。いっちゃん。いっちゃん。はい。はい、じゃあいっちゃんも。一回やってみるよ。5番にして、こっち前足5番。そうそうそう。で膝伸ばしな。でお腹ピッ。でイちゃんも手こっち前、絶対前よ。そう横。お腹も前ね。じゃこのまま足を後ろに出して、膝伸ばす。つま先伸ばす。で、せーの、ピーピー。そうそうそう、前向いてて、前向いてて、自分でかかと刺した踏んどいてくれ、ここ上げない、そうそう、はい、自分のアラベスクの形はここです。どこ見るの、そうそうそう、いい、なんとなくわかった。ええ、じゃあアラベスクが綺麗にできるようにまずストレッチを、はい、来てください。次出してきて。はいよ。で、どういうストレッチをするかというと、まずゴローンからつま先をピンと伸ばします。お膝もピンと伸ばす、お膝とつま先伸ばして、お膝とつま先伸ばして、いい、話聞いてよ。で、頭をピーンって上げます。で、この時こうなんだよ、なるべく首伸ばして、こうやってこうやってこうやっちゃった、こうでもいいよ、こうでもいい。で、なるべくお膝とつま先こう曲がらないように全部ピンピン伸ばして頭を上げていく、いい、最後ストレッチ、はい、いや、こっちがダメだから、よし、
いくよ、いい？じゃあまず下に頭を下ろしてください。いい。いい。はい、つま先と膝伸ばす。いい？そのつま先と膝ずっと伸ばしてるよ。はい、頭を上げます。せーの、床をしていい？床をして、せーの。ピーピー、つま先と膝伸ばしたまま。伸ばしたまま、伸ばしたまま。伸ばしてるよ。で、下げる。お顔。そう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 、いいよ。いい、その背中、ここに頼んないで。これちょっと曲げて。自分の背中で起き上がる。そうそう、もうちょっと上がる。背中が死ぬ。つま先と膝、伸ばす。そう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 。つけといていい。背中をね、曲げる。で、お顔、アラベスクにした時みたいに、綺麗にして。そうそうそう。つま先と膝、伸ばす。そうそう。厳しい。そういう厳しいやつよ、ここ。分かった？アラベスクの時に頑張るのは、ここを伸ばしたままここを曲げるってこと。それがアラベスク。オッケー。つきちゃんも見て、うん、何もしてない。うん、いいのよ。はい。いいのいいの。次のストレッチは、ちょっとお母さんたちは無理しない方がいいけど、子供は多分できると思います。かかとを持って、こうやってポカーンって船に。そうだよ。つきちゃんも一緒にやるから。そうそうそう、で、そう、できる人はグッと上まで上がってキープします。はい、戻って戻って、レシアでこれね、戻って戻って、はい、じゃあ行きまーす。すごい、すよし、じゃあ背大きいからちょっとする。あ、そうだね、まずこれにしようかな。まずこれにしようかな。だよね、そっち練習になるよね、うん、はい、じゃあ行くよ。せーの、つま先見る、ピピー。できるだけ曲げます。そうそう、いいよ。首を曲げたんだよ。ここを曲げたい、ここを曲げたい。頑張れ。あ、いいよいいよ、すごい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 、いいよ、頑張って。背中曲がってきた、旦那。うん、死ぬ。つま先伸ばしてね。違う、つま先を伸ばして痛い。はい、戻して、ネコネコポーズ。ネコネコポーズもね、あるんだよ。ちゃんとここくっつけて、ここちゃんとやって、ここと、ここ、あ、いいね。ここの、こことおでこをくっつける。膝とおでこをこう、あとできる限りここもさくってんで、こことここも、うん、じゃあ背中をまん丸にします。まん丸、まん丸、はい、オッケー。はい、これで背中の筋肉を使えるようになって、ストレッチもできたと思うので、じゃあ最後1回かかと、この足首を持って、さっきの船のピッってやる。あれ1回だけやろうかな。はい、いい、うん、10分間でどれだけ綺麗なアラベスクになれるかだから、1回だけ今日は、うん、さあ行きましょう。はい、じゃあ痛い人はこれをちょっとやって、せーの、よいしょ。もうちょっとここでやっていいよ。ここここだ。あなたのところに置いてね。せーの、よいしょ。時間違う。違う。頭上にして、頭上。そうそうそう。で、足をね、こっちにギュって引くといいよ。ああ。いっちゃできるか。あ、そう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 。そうそう。ここ今さ、ギュッギュッてなった？え、なった。あ、そうそうそう、なった。ギュッてなった。これをアラベスクの時やるんだよ。OK？ うん。今のギューをやってくださいね。はい。よし、じゃあマットおしまい。じゃあ次は立った状態でトレーニングしていきます。じゃあ足を上げるってどういう感覚かをやっていきます。じゃあ向こうを向いて、足をこっちを後ろに上げるよ。かかと、いいよ、このままで。はい、じゃあ、お母さんの足を、あ、お母さんの手を押してあげてください。足、両方前に持って、ありがとう。待って待って、こっち下かかとを下ろして、ここでさ、そうそう、またさ、こうやって倒れないようにして、はい、いいよ、せーの、上げて上げて、お母さんの手をギュッてあげる。上げる、上げる、もっと上げる。膝伸ばして、膝を伸ばしたまま、できるのか、膝を伸ばしたまま、はい、お母さんも、あ、そうそうそう、あげる、お母さんも手をあげる。なっちゃう。じゃあちょっと待って、じゃあ2人でさ、お母さんのつま先を押してみて。オッケー。あ、そうそうそう、せーの、こんな感じ。こういう意味、こういう意味、わかる？うん、はい、じゃあやってみて。いっちゃんがいった、はい、いっちゃん、はい、
まず5番、後ろに足出して、はい、膝伸ばしたままよ、せーの、はい、どうぞ、上げてって、上げてって、上げてって、この辺から押すよ、せーの、はい、どうぞ、つま先で上げる、膝は膝ダメだよ、顔前、顔前、はい、どうぞ、いくよ、うん、せーの、顔前ね、はい、いいよ、はい、押す、押すよ、下の膝も伸ばして、かかと上がってるよ。はいはいはい、そういう感じ、そういう感じで自分でつま先をギューって空気を上げるみたいな、うん、今押してたらきついけど手がなくなったら軽く上がると思う。はい、はい、じゃあ前の手がふわふわしないように前の手を出してください。アラベスクの形こうでしょ。じゃあ月ちゃんの形出して、これでしょ、アラベスクの形ね。じゃあこの手をお母さんが押すから、上げるから下に押してね、せーの、ぎゅ背中で押す、背中、あ、そうですそんな感じ、いい、前の手もパーンって自分でやらないでぎゅって下に押すみたいに。じゃあいっちゃんはまずこうやって押すから、もっと上の、最初上の方がいいの。あー、そうしてみるよ、せーの顔は普通に、バレーでやるようにやるんだよ、こうやって月でこうやって降りてつらい、図解ないじゃん、バレーで、はい、ピシッ、月でやりたい、ピピピピピ、そうそういう手の出し方、はい、じゃあ月ちゃん、せーの、ピピピピピそういう感じ。じゃあそういう今みたいなやり方で前の手出してみて、ピシッ、そう、横の手も一緒、せーの、ピシッ、横の手もせーの、ピシッ、押すよ、お母さんが下に押してギュッそういう感じでOKOK せーの、ピシッ、そうそういう感じで横の手と前の手をやるよ。で、後ろもそうよ、 OK、はい、で、一番最後この辺だね。この辺が綺麗に見えてると結構綺麗に見えるから、まず肩は絶対に下げて、お首を長く、せーの、キリンじゃん、そう、みんなキリンじゃあキリンだよ、ほら、じゃあ黄色く塗らないと、そう、黄色くは塗らなくて、今こう、次じゃあ首長いよ、シーって、これは絶対首長いよ。で、手のさっきのやつと足のさっきのやつをやる。で、下の膝も絶対に曲げない。 OK、 次ちゃん下の膝も曲げないよ。うん、あ、おしまい。じゃあここまで。はい、じゃあみんなで頑張った成果を一人ずつアラベスクがどのくらい綺麗になったかやってみたいと思います。どうぞ、せーの、はーい、こんなに綺麗になりました。たたん、足持ってあげた方がいい。足のなしあげた、はいはいはい、はい、よくできました、上手。それでは次はいっちゃんです。どんぐらいアラベスクが綺麗にできるようになったかやってもらいましょう。はい、いろいろ考えてね、さっきやったこと。できるようになりました。バレエをやったことある人もない人もぜひこの動画を見てアラベスクに挑戦してほしいと思います。アラベスクっていうポーズはバレエの中で一番有名なポジションなので、ぜひ皆さん1回はチャレンジしてみてほしいと思います。それではこちらの動画が少しでも面白かったな、参考になったなっていう方はグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。